サッカーファンの皆さんこんばんは。スーパーサッカーセリエ A です。94-95 シーズンも25節目に入ります。今日含めてちょうど残りが10試合。これからナポリ対サンプドリアの一戦お伝えしてまいります。今ナポリの控えメンバーが出ています。改めまして両チームのスターティングイレブンなどご紹介していきます。両チームともにウェハーカップ圏内を目指すためにもぜひ勝って勢いをつけたいところ。ナポリが現在11位です。24試合で7勝10分け7敗です。勝ち点が31。サンプドリアは7位です。24試合で9勝8分け7敗です。勝ち点が35。この試合の解説は横浜マリノスコーチの早野博さんです。早野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ナポリのスタディオサンパオロ、いいお天気に恵まれました。まあ、ここ 2,3 日いいお天気なんですが、現在気温が18度です。この試合の主審はブラスキさんです。いつもの水色のユニフォームがナポリ、そして今日はアウェイ用サンプドリアは赤いユニフォームです。まもなく前半のキックオフを迎えようとしています。早野さん、はい、本当に今日は気持ちよくプレーができそうですね、両チームで。そうですね、非常にいい天気ですからね、はい、サッカービオルじゃないですか。前半の45分が始まっています。左にエンドを取っていますナポリ、右にエンドを取っているのが赤いユニフォームサンプドリアです。ここでクリアしましたがファウルがありました。さあ、ナポリのスターティングイレブンです。キーパーがタリアラテーラ、2番マトレカーノ、3番タランティーノ、4番パリ、5番カンナバーロ、6番クルツ、7番ブーゾ、8番ボルディン、9番がアグスティーニ、10番がカルボーネ、11番がペッキアです。これはタッチを割りました。一方のサンプドリア、ゴールキーパーがゼンガです。2番セレーナ、3番ロッシ、4番にフリット、5番ビエルコウッド、6番ミハイロビッチ、7番ロンバルド、8番サルサーノ、9番がプラット、10番がマンチーニ、11番にエバーニです。大歓声に包まれました。およそこのスタジアムは72,810人を収容しますが、まあ、放送席から見ますとおよそ半分というところです。今日は早野さん、はい、ナポリリンコンがおりません。そうなんですよね、これはナポリにとって非常に痛いと思うんですよね、はい、ですから守備の方はクルツカンナバロを中心によく頑張ってですね、攻撃はカルボーネですか、はい、彼の攻撃の起点を見てみたいですね、はい、リンコンはイエローカードが4枚累積、出場停止処分です。右サイドになりました。この赤いユニフォームサンプドリアです。フリットは前の方に走ります。そのフリットにスルーパスを通しました。ゴールラインを割っています。現在フリットは9ゴール、まあ、この人の働きというのがこのところちょっと発揮されてませんでね、少しやはり特徴は出てないと思いますけどね、はい、ナポリの10節から18節まで、そして19節から24節目までご覧いただいていますが、この黄色い表示が勝ったところです。ラツィオ戦に 3-2 で勝ち、前節のバリ戦は 1-1 の引き分けでした。途中になりましたが、早野さん、はい、そのフリットですね。そうですね、今シーズン非常にこう、自分が思わしくないというのは自分が一番よく分かってるんじゃないですかね、はい、ですからボールに絡む回数というのは非常に少ないですし、気持ちよくやってるようには見えませんよね。そうですね、フリット今シーズン10ゴールです。まだボールの方がまとまりません。サンプドリアです。途中でカット、ホイッスルが鳴りました。今サンプドリアの10節から18節目までの勝敗をご覧いただいています。黄色い表示が勝ったところです。この位置からのフリーキック、19節から24節、このところ2連敗です。パルマ、AC ミランとこの1位2位に敗れてるんですかね。そうなんですよね、1位2位といいますか上位チームで、ですね、ホームチームのナポリ、ボールを奪って左サイド、1回戻します。
サイドを変えてきました。ブーゾがいます。ブーゾ、リターン、通ってブーゾセンタリング、そしてシュート、体勢ちょっと乱れました。ゴールの右外れています。そうですね、今非常にワンツーから右サイドを突破したんですけどもね、はい、カルボーネに合わせたのか、ちょっとその人は球が遅すぎたような感じがしましたね。何かしらこの立ち上がりの4分というのはパスもまとまりませんでね。そうですね、お互いにペースを取り合ってるって言ったところでしょうね。はい、ようやくナポリが押し込みました。それも右サイド、ブーゾを使いました。ワンツーが取ってのセンタリング、最後はカルボーネがシュートを放ちましたが右に大きく外れています。前にロンバルドが走りましたがそこにはボールは行きません。もう一度ここから一旦戻します。あー、チェックが早い、ナポリのチェックが非常に早い。フリット倒される、しかしボールは生きています。このショートパスがうまくつながりましたがファウル。ナポリはかなり激しく来てますね、これね。来てますね。ナポリの本拠地です、スタディオサンパウロ。かなり早いチェック、そしてラフプレーが目立っていますが、プレーの方がここで止まって、ここからフリーキック、サンプドリア。ちょっと空振りしましたが事なきを得ています。ブーゾ、ボール奪ってミハイロビッチ、倒されました。この人の左足が今日も炸裂するかどうか。イエローカードが出ました。今のプレーは審判を侮辱したっていうんじゃないでしょう、非紳士じゃないですかね。なるほど、ミハイロビッチに出てますがね私は倒されてボールをこう手で触ってしまったんだというアピールだったんですけどもね、ここでマイボールになって蹴られてバランスを崩したという意思表示だと思うんですけどね、はい、ちょっとカーッとしましたかねブラスキさんに暴言を吐きましたか。ミハイロビッチにイエローカードが出ています。今シーズンローマから移籍した選手です。まだ両チームともに本当に落ち着きません。さあパスがようやく今度左サイドからになりました。ナポリノーホイッスル、プラットがいます。前にはロンバルドが走っていきます。ナポリはかなり気合い入ってますね。入ってますね、サンプドリアは今日はマンニーニがおりません。そしてユーゴビッチをベンチにも入れておりません。まあ、ユーゴビッチはカップ戦のための温存というような情報も入っています。フリットらしくはないんですが、それだけナポリの気合が入ってますか。今のもちょっとボールコントロールがですね、芝生に取られたような感じしますし、はい、まあ、フリットもあんまり調子が良くないせいもあるんでしょうかね。そう難しいボールだとは思いませんけどね、はい、確かにこれピッチの状態なんですが足を随分取られています。深そうです。お天気は抜群です。18度の気温。両チーム無得点で9分30秒すでに過ぎています。セレーナ、10分を過ぎました。まだサンプドリアはペナルティエリアの中まで進行できません。右サイドからようやくリズムを掴んできましたか。パスを通してロンバルド、自分で持っていく。ラストパスは出せません。自分で切り込みましたがダメ。カルボーネが一旦下げます。そしてパスを繋いでまいります。すごい応援に送られています。ブーゾに合わせようというところ。いやー、その前にミハイロビッチ、ゴールキックに変わります。しかし嫌なとこ出しますよ、はい、嫌がって足元でもらうんじゃなくて、ギリギリのところまでボールをスルーパスを入れてきますんでね、本当にグラウンドいっぱいに使ってこう攻めてきますね、はい、エリクソン監督の表情が映っていました。サンプドリアで3シーズン目です。7位3位と順位を上げてきています。今シーズンはこれまでのところ7位です。サンプドリアまだ攻めることはできません。
ロンバルド果敢に前に行きます。さっき監督の選んだ、まあ、新しいそのイタリア代表メンバーにサンプドリアの中ではロンバルドは一人なんですね。そうなんですね、まあ、ロンバルドは非常に安定した力を出していると思いますよ、はい。まあ、得点は入らない場面もよくありましたけども、非常に安定していると僕は思いますね。とにかくこの人は必ず試合に出て間違いなく馬力のあるところを見せますよね。そうですね、右サイド特に非常に馬力のある突破運動量も多いですしね、はい、非常にコンスタントに力を発揮する選手です。逆に先ほどのお話のように今シーズンのフリットは波があります。落としたボールはサンプドリアに来そうです。ナポリの速いチェックにちょっと戸惑い気味、フリット前に行く、配送してフリットに来た、2人を引きつける、フリット1本戻します、オープンスペース、ロンバルドが入れた、マンニーに合わない、マッチニー、キーパーのタリアラテーラ、あー後ろから来ました、なんとかカルボーネを生かそうとしましたが、これがカルボーネ、6ゴール決めています。後ろから来たのはセレーナです。このパスまだ続いています。ナポリさあミドルレンジに来ていますが、リターンが合わない、ルーズを使ったリターンが合いません。ナポリはボスコフ監督が率いています。このボスコフさんというのはあのサンプドリアが優勝した時の監督です。ビアッリ、マンチーニ、あるいはパリューカ、トニーニョ・セレーゾ、こういった人を用意して優勝した時の監督です。今はナポリの監督、途中でカットします。ビエルグッド、さあ逆襲です、ロンバルド、いいタイミングのパスですね、はい、これは。そして右サイド、一度切り返してちょっと足元取られます、一旦下げる、フリットワンタッチ後ろへ、スルーしたボールは誰もいません、まだリズムに乗れません、手元の時計16分、フィニッシュのないサンプドリア。そうですね、今のところでフィニッシュまで持っていけるとリズムがちょっと出てくるんですけどね。そうですね、このままではリズムがつかめません。逆にナポリです、入ってきました、ペナルティーがない、自分でやはり足元を取られた感じ、この人はタランティーノ、プラットからワンタッチ、マンチーニを使いましたがダメ、グランドは確かに大きく使っています。したがって両サイドを展開するんですが、最後のフィニッシュまでいかない、サンプドリア中央へ来た、ディフェンダーに今クリアしましたされましたが、ようやくゴール前を脅かします。いやしかしゲームの止まらない、非常に攻守の切り替えの早い試合になりました。ここでスローダウンしていますが一旦戻します。この人エヴァーリ、右膝を痛めた今シーズン、このところ復活しております。3試合目ということになります。エヴァーリ、パルマ、サンプで復活し復帰して、そしてミラン戦、さらにはこのナポリ戦ということになります。エヴァーリ、クルツ、26歳元ブラジル代表です。ゴール前です、事なきを得ました。ここまで下がってフリット、エヴァーリ、ロンバルドへ合わせようとしましたがこれはまとまりません。この両チームはナポリが11位、サンプドリアが7位、
まあ、スクデットということは到底ありえませんので、やはりウェーハーカップ圏内ですね。そうですね、スクデットの可能性は非常に低いと思います、ね、はい。この順位のところは非常に混戦です。したがって一つ一つの試合が重要です。今日を含めて残りが10試合です。もうほぼ今シーズンはユベントス、パルマ、この一騎打ちということになっています。タッチ終わりました。このカードの実は前の日、前日に、まあ、昨日ということになりますが、ローマ、パルマ、ミラン、ユベントスが行われまして、パルマはローマに 1-0 で敗れました。それからユベントスはミランに 2-0 で勝っています。ますますこれ早野さん、はい、ユベントスがスクデット近くなりました。そうですね、その中でのこのナポリとサンプドリアの試合です。サンプドリアももともと攻撃的なチームですからね、はい、この辺でちょっと爆発してもらいたいところなんですけど ね、 そうですね。ここまではまとまっていませんが、どうでしょう、右サイド激しいタックルです。大丈夫でしょうか、セレーナ、クルツ、ゴールに近いところです。ボールは落としてシュート、最後プラット、ちょっと体勢が悪かったんですが、ようやくプラットがフィニッシュまで持っていきました。そうですね、いいところに入ってましたね今、はい、落ち着いて胸でこれコントロールするんですね、はい、フリットがファーサイドにプラットがいて、そのニアにはロンバルドがおりました。プラット胸で合わせて、最後ちょっとフリーだったんですが体勢悪くクロスバーの上、さあコーナーキックということになります。1本目のコーナーキック、サンプドリア、ミハイロビッチの左足落として、こぼれてるぞ、もう一度ミハイロビッチシュート、今のはわざとアウトサイドにかけたんですか。そうですね、もう左利きですんでね、はい、あの辺は自由に蹴る、自由自在に蹴れると思いますよ。うん、このゴールシュートが外れています。その前のロンバルドのインサイドの、はい、あれもっと積極的に打ってもよかったかなという感じはしますけどね。そうですね、ちょっとブライトになったかもしれません。はい、サンプドリアにはカップ、ウィナーズカップという大きな目標がまだ残っています。今まだ勝ち進んでベスト4に進んでいます。準々決勝、あのポルト苦戦をしましたが、それを下しての準決勝入り。この赤いユニフォームがサンプドリアです。今日はアウェイ用のユニフォーム。マンチーニ、前に送ってフリットかわしていく、体勢整えた、中に入れたいところですが自分で切り返しました。クロスのボール、いいぞ、チャンス、シュート、いやー今のボレーは惜しい。サルサーノ、サルサーノですね、これはいいところに来ました。このボレージャストミートできませんでしたけど、フリット非常に体のキレいいんじゃないですか、はい、いいですね、このまま続けてほしいですね、はい、切り返してフリットが入れたボール、サルサーのボレーを放ちましたが、これがクロスバーの上を越えました。タイミングはいい感じ、ただジャストミートせず。今日サルサーのも非常に中盤簡単に、先ほどもロンバルドにいいボール出しましたしね、はい、ちょっと前にこう非常にこうやりすぎて中盤のリズムを崩してたんですけども、今日のところは非常にリズムあっていいんじゃないですか。はい、ようやくサンプドリアにリズムが出てきましたかね、はい、少し落ち着いてきました。やはりフリットの今のケースでもそうですけども、はい、スペースをもらった時には一つ仕事をやりきらないと苦しいですよね。あ、いい格好でスペース空いています。スルーパス送った、シュート、キーパー弾いてこぼれたところはクリアです。最後はマッチーに打ちました。キーパーのタリアナテイラ弾きました。こぼれたところ、しかしクリア。今のは決定的でしたね。そうですね、前後が前に大きくフィード、ナポリが今見ておりました、そしてその瞬間を狙ってたわけですが点を取ることはできず、ナポリのディフェンスをしっかり外してですね、いいスルーボールを受けて
決定的な形だったんですけどね、じわりじわりとサンプドリアが今押しています。ロンバルド合いません。スプリットシュート、壁に当たってまだ持っているか。マンチーニから一旦下げます。ロッシからエバネが取りました。一旦下げます。ビエルコット攻撃参加しています。サイドを変えてきました。ロンバルドには通らず、しかしスローインサンプドリア。ミハイロビッチ、ロンバルド、ミハイロビッチ、ここには誰もいません。マトレカーノ、パルマから移籍の選手です。スローイン、今日はリンコンがおりません。ナポリイエローカード4枚、出場停止処分です。リンコンがようやくセリエ A の試合になれまして、そうですね、はい、得点能力がナポリ高まりましたね、はい、そのリンコンがいないだけでもちょっと痛いんですが、立ち上がりの3分4分まではナポリペース。ナポリがボールを奪いました。狭いところを通します。リターンが来ました。右サイドブーゾも待っています。オープンスペースです。そのブーゾへ前に上がっていく。リターンが通ります。深いところになりましたが、ロンバルドここに蓋をする。カルポーネ届かず。よくディフェンスしてますよね、ロンバルドは、はい、今のところでカルボーネがしっかりキープできて起点を作れるとナポリがチャンスできるんですけども、そこはよく分かってますね、はい、今日ナポリの10番はカルボーネ。トリノからローマへ移り、その後ナポリにリースされました。途中でカットしました。ないボールです。一人で、ここにいません。うまいところで取りました。これはサンプドリアのボールです。この人がロンバルド、あの代表メンバーでも先のヨーロッパ選手権3月の26日、25日に行われましたエストニア戦でも出場しています。イエローカードが出ています。この人はブーゾ。このミハイロビッチのフリーキックも精度高いですよ。はい、タリアラテラへ、大きく高く上がりました。今のは精度高くなかったですねちょっとね、ふかしましたかね。今日はもう試合早々からちょっとテンションの高かったミハイロビッチ、今のはかなり大きくクロスバーの上を越えていきました。気温18度と言いますが、少し暑そうな感じで、随分選手の疲労度が目立っていますね。プレーをすると、前に来る、合わない、はい、プレーをしているとやはり上がってきますんでね、これはオフサイド、まあ、それにしても18度くらいでしたら非常にこう心地よくできると思いますけど、はい、28分を過ぎています。両チーム無得点。決定的なチャンスというのはそれほどありません。ナポリもほとんど攻められなくなりました。立ち上がり猛攻を仕掛けていたナポリでありますが、ちょっとリズムはもう完全にサンプドリア、そろそろ変えたいところです。
こぼれています。ナポリです。打てるぞ、ミドルレンジャーっと、これはロビングボールでトラップして中に入れたボールです。切り替えが早いですね。ここを気をつけないといけないですね。今の最後打てませんでした。タランティーノ逆襲です。あそこまで攻め込んだナポリ打てません。逆にサンプドリア逆襲。しかし今ボールを取りました。ブーゾで中に入っていきますが、ここでちょっと両チームとも落ち着きませんね。はい、ペッキアセンタリング、この人はカルボーナ、向こう側セレーナ、ワルターゼンが188センチあります。ベテランです。帽子をかぶっています。いや、結果オーライで自分のところに来ました。アゴスティーニ、この人はカルボーレです。カルボーレ、カルボーレ抜けないか、このキック、このカルボーレという選手はアンダー21の大会優勝の原動力となりました。この人のキック力も精度が高い。低いボール、もう一度コーナーキック、ちょっとセットプレー両チームとも力入りすぎて感じがします。そうですね、もう一度コーナーキックは今度ハイボールになってカーブかかってヘディングをこぼれてゴールライン終わりました。これはどうでしょう、ゴールキック、いやコーナーキックです。フラット、向こう側にフリットがおりました。カルボーネ、もう一度高いボールです。落とした、キーパー、ヘディング浮いたボール、最後はゴールキーパーです。フリット、このタッチ沿いには誰もいません。日陰の部分です。タランティーノ、クルツ26歳、ベルギーのチームから来ました。セッテブーゾ落として、さあここからの攻撃です。パスが正確ではありません。したがって中盤でのやり取りが多くなっています。長いボールを供給しました。ボルディン、キャプテンです。シュート、速球2分、最後はカルボーレ、見事に決まった1対0。いや素晴らしいですね。アゴスティーニのスルーからですね、はい、それまでアゴスティーニほとんど仕事をしてませんでしたけどもね、こういったところからカルボーネの特徴でしょうね。今のはこのスルーが効きました。よく抑えて隅に蹴り込みましたね。それにしても、はい、1対0、33分でしょうか。ナポリが先行、カルボーネが1点を取っています。ボスコフ監督、旧ユーゴ生まれです。64歳になります。しかし今のサンプドリアですけど、右サイド3人ディフェンスいましたからね、はい、やはりセンタリングを上げさせてはいけませんね。うん、それにしてもカルボーネはいい位置から来ましたね。非常にああいったところにスピードありますんで ね
これで試合が動きます。面白くなりました。1対0ナポリがリードしています。ナポリとサンプドリアの勝ち点を見ますとナポリが31でサンプドリアが35ですから、今日勝てばナポリがまたぐんとサンプドリアに近づきますので ね、 そうですね、これは面白くなります。ユーベ、パルマ、ミラン、ローマ、ラツィオ、フィオレンティーナ、そしてサンプドリアは現在7位でありますが、今日ナポリがこの試合に勝ちますとぐんと近づきます。まずは先制しました。リターンが通っています。いいリズムになってきましたね、はい、手を挙げている。あー、その前にカット。あそこまでのリズムは非常に良し。もう一度インターセプトを奪いました。さあ面白くなりました。シュート、壁に当たっています。アゴスティーンのシュート、そしてプレー。いやー、今のバウンドシュートちょっと危なかったんですが、なんとか前後はナポリが躍動しています。逆襲、コーナーキック、サンプドリア。その前のプレーですが、あのシュートも惜しかったですね、はい、ドライブかかってましたからね、ですからバウンドが非常に難しくてね、はい、前が今シーズンはちょっと危ないところもあるんですが、なんとか抑えています。こちらはタリアラテーラ、身長著しいゴールキーパーです。181センチ、あまり上背には恵まれていません。スローインです、はい、今のクルツのプレーもコーナーにしないでスローインにしましたからね、はい、空いたところはいいんですよね、はい、なるほど。さあ押し上げます。中央が空いています。打てるか、途中でカットしました。右サイドを狙ったパス、ナポリが反撃。先ほど決めているカルボーネは右サイドに走ります。いや、左サイド、ちょっとポジション重なっています。時間をかけました。スペースを広げます。ブーゾへ、ミハイロビッチがいます。かわしていきました。中へ、あーっとボールを取られてサンプドリア流しています。サンプドリアからロンバルド、フリットからのパス、ここはうまくまとまりませんでした。しばしばボスコフ監督の顔を捉えています。それもそのはず、あのサンプドリア、今日は相手チームですが、そのチームを率いて初のスクデットを獲得した監督であります。まあ、過去にアスコリ、サンプドリア、ローマを率いて、それからこのナポリに来ました。セリエ A では4つ目のクラブチームを率いていることになります、ボスコフ。もともとはグエリーニ監督がこのナポリを率いていたんですが、6試合指揮しただけでこのボスコフに変わっています。サンプドリア、早野さんのお話のようにリズムが出ません。サイドを変えていきました。ここは空いています。さあ早いチェックです。ナポリが寄ります。ロンバルドに合わせました。ダメ、ここからです。サイドを変えてきました。ここにはブーゾ、いや中央に来た。ボールはまだ生きているか。あー、その前にホイッスルがありました。いや、今のもアゴスティーニですが、クルツのインターセプトからですけどもね、やはりこの一番早い攻撃を狙ってますよね、いつもね、狙ってますね。サンプドリアの方もマークを外さずにビエルコートがついてるわけですけども、はい、30歳のアゴスティーニ、前の監督のグエリーニさんがアンコナから連れてきました。中に放り込むんですが、ここまで組み立てることができません。1対0、得点は33分にカルボーネが決めています。1対0ナポリがリード。ガゼンナポリにリズムが出てきました。プラットが押し上げました。マンチーニからロンバルド、中央にフリットがいます。さらにエバーニがいます。いや、マンチーニがいます。追いつけるかどうか、ビエルコッドの勝ち。1点を追います。40分になります。前半です。
サンプドリアのパスがうまく通りません。そうですね、フリットのプレーディスタンスのところにボールが入ってこないんですよ、はいはい、こちらはエリクソンさん、スウェーデンの人、スウェーデン生まれです、47歳。フリットが欲しいポイントと、はい、パサーの出したいポイントのズレをこれ修正しないと、いつまでたってもフリットのところにボールいかないと思うんですけどね。微妙なズレというよりもかなりズレてますよね、はい、チャンスらしいチャンスが生まれなくなりました、サンプドリア。この辺りは支配するんです。あー惜しい、タッチを終わりました。今日はリンコンがおりませんで、一体ナポリの攻撃はどうなるかと思いましたが、カルボーネ、アゴスティーニ、あるいはミーノ・ブーゾ、この辺りがガンガン狙っていっています。逆にサンプドリア攻め手を欠いています。ですからこの辺エバーニーが今までこう出てきませんけども、はい、あ、これチャンスですね。センタリングクリアした、コーナーキック。エバーニーのところで展開力を持って中盤を構成しないと難しいと思うんですよ。この人はブーゾ、先ほどはミハイロビッチ、ちょっとこれ太陽が入るんでしょうか、眩しそうにしましたビエルコウット。このコーナーキックは重要です。手元の時計で4分ありません。前半エバーニーようやく復帰しました、3戦目ということになりますが、ゴール前クリアした。最後フリットのクリアか、今度はもう一度ナポリ、あーここにいました、ペッキア、セントリング長い、懸命に追いますがボールを生きています。プラット、フリット、ここへパスを通そうというロンバルド、マンチーニ、ミハイロビッチからエバーニ。そうですね、はい、これ展開した後ですね、はい、フリット、ゆっくり自分でドリブルして右サイドを使うか、右サイドです、低いボールになりました、これはダメ、もったいない。あの中盤でパスを通してビルドアップしてきたのにもったいない、サルサーノ。今のも、はい、フリットが指差した方向とサルサーノが動いている方向は全然違いますからね。そうですね、もし仮にサルサーノが前に出ていけば、はい、そこにドリブルで突っかけていくこともできましたからね。そのあたりのズレですね、クロスのボールはハイボールになっていますが、キーパー躊躇投げていました、タリアラテーラ。残り2分ありません、前半です。1対0ナポリがリードしています。エバーニ、サイドを変えていきました。これからです。あーヒールでロンバルドが来た、ヒール、あー危ない、いやマンチにうまくいったんですけどね、今逆襲、ペッキア独走、切り返していいパスだ、シュート入った、2対0、43分で取りました、2対0アゴスティーニ左足、素晴らしい速攻ですね今のは。攻められて攻められて、はい、見事なカウンター、ペッキアのパスもうまかったですね、はい、ダイレクト、あ、カルボーネですね、カルボーネのアウトサイドパス。残り時間30秒ですが2対0、これは大きな時間帯でしたね。今あのサンプドリアの選手はマンチーニのヒールキックにうまいなという感じで見てたんですかね、はい、そしてロンバルド合わせてね、カルボーネがもうほとんどフリーでしたからね、はい、さあこのクロスボール、しかしナポリはいい時間帯に追加点を取りましたね。取りましたよ、カルボーネに1点、アゴスティーニに1点、合計2点です。そして今ロスタイムに入っています。
たまらないでしょうね。これナポリのサポーター前半で2対0いい時間帯に取りました。サンプドリア、マンチーニの先ほどロンバルドのいいリターンもあったんですが最後のフィニッシュまで持っていけません。そのボールを奪ってからのカウンター攻撃が見事、最後はカルボーネのアシスト、アゴスティーニが左足で決めて2対0。好天に恵まれたナポリのスタディオサンパオロ、あとワンチャンスあるかサンプドリア。フラットカーブかけました、ヘディング、クリアしたのはナポリ、シュートは壁に当たっています。ボールを逆に奪って速攻です。試合運びとしては実に優位に立っていますナポリ。パスをつなげてきました。さあ最後のチャンスですが、パスこのパスがミス、うまくいきませんミハイロビッチ。何か2点目のショックが出てるようなプレーでしたね今。そうですね、集中力の非常に欠けたパス。そして今ホイッスルが鳴りました。前半が終わっています。2対0でナポリがリードして前半終了です。これが決まって2対0です。スタディオサンパウロ、ナポリ対サンプドリア、これから後半を迎えます。一足早く登場したのがサンプドリアの赤いユニフォーム。これから後半ということになりますが、エバーリ、さらには前回、さあ早野さん、はい、この後半の見どころなんですが、そうですね、サンプドリアがどう2点を追っていくのか。前のパルマ戦でも後半非常にこうリズムはなかなか出ませんでしたけどもね、はい、点を取ったということで結果的にこう2点取れましたんでね、そういう力は基本的には持ってると思うんですね、うん、だそのためには中盤での先ほど言ってますようにリズムですよね、それでバックライン押し込めた上で守備をかく乱させるというようなプレーが出ないとですね、なかなか今ナポリの方はリズムがありますんでね、難しいと思うんですよ、はい、例えば無理なパス、ルーズボールなんかを頑張って味方のボールにしてつなげていくとかですね、まあ、このままやられっぱなしっていうんでちょっと情けないと思いますね。うーん、ゴールキーパーの前が今日は2ゴール取られました。ちょうど今スタンドの屋根が影を落としていますが、
これが時間の経過とともにバックスタンド側に伸びていきます。後半の45分がスタートしました。2点を追いますサンプドリア、そしてホームチームのナポリ。まずはもう一度カウンターシュート。手元の時計で10秒ありません。後半のファーストシュートはやはりアゴスティーニ、先制パンチを食らったような感じですね今はね、はい、目の覚めるようなシュートはしかし大きく上の方へ外れていきましたが、果敢に来ました。今サンプドリア今日疲れたような感じでしたもんね、しかし先ほどの前半のアゴスティーニのカウンターもそうですが、はい、早いですね。やはりそこまで行くパスも正確性があると思うんですね、カットしたボールそのままのスピードでフリーなカルボーナにパスですからね、はい、そういった速さはやはり出せるだけの力はどこのチームも持っていると思うんですね。今日はアゴスティーニ、カルボーネ、この辺りが当たっています。ナポリです。ロンバルドから、あー、このスルーパス面白い。ペナルティエリア内に入っています。一旦外に出しました。クロスのボール、あー、入らない。ミハイロミッチからのクロスでしょうか。これが入りません。追っているのはエバーニー。倒れたのはカルボーネ。今日1ゴール1アシストということになります。このカルボーネとそれからカンナバーロがアンダー21で活躍をしました。ペッキアとカンナバーロです。これはクリア。こちらはサポーターですが今スタンド席を移しました。さあコーナーキック、ナポリ、カルボーネ、中央です。ヘディングしましたがこれは大きく外れています。クルツの頭、クルツという選手も非常に体が頑丈そうですね、タックルも深いですしね、はい、フリットからのパス、ロンバルド通りませんでした。しかしいいところにボールが渡っています。切り返してセンタリングは入りません。しかしスローインサンプドリアです。立ち上がりの3分経過して今プラットがスローイン、中に入れたボールですがどうでしょう、フィニッシュまでいきますか。ベテランの味が出ているサンプドリアですがその分選手層が薄くなっているのが弱点とも言われています。今日はそのベテラン勢にちょっと覇気がありません。入れました。パスが通っています。スルーパスを送ってフリットへ、右にロンバルドが空いています。そのロンバルドに来ました。自分で入っていく、切り返して下げます。打てるかエバーニー、またチャンスがついています。シュート、ロングシュートを放しました。最後はミハイロビッチですね。そうですね、はい、得意の左足ですが、さあ後半からメンバーが変わっています。どうやらビエルコウッドに代わってサッケッティが入っています。13番のサッケッティがビエルコウッドに代わって登場しています。この人はクルツ、身体能力の高い選手です。後半の5分になりました。
きな拍手です。もうすでに2点もリードしているナポリ、およそ3万5000人以上ファンが入っています。今日のスタディオサンパウロ、早野さん、はい、サンプドリアのこれからの組み立てなんですがね、重そうなんですよね。このスピードの中にですね、今はいいですね。今フリットを使いましたがダメ、はい、以前の、今のような形でこうどん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 押し込んでいくような形ができるとですね、バックラインも非常に混乱すると思うんですね。これ危ないぞ、危ないぞ。懸命に追ったのは小柄なカルボールです。セリエ A と言いますと、あのカテナチュアの伝統と言いますか、厳しい守備、なかなか点が入らない試合が多いんですが、今シーズンは違います。非常によく点が入っています。まあ、あのゴールキーパーのバックパスの禁止ですとか、勝ち点3制度ですとか、攻撃的な面を強調したルールに変わってきてるんで、まあ、それも当然なんですがね、そうですね、随分今シーズンは入りますよね。いや、どのチームもその勝ちに行くということに関してのこう気持ちの面ですかね、非常にこう強いと思うんですね、はい、ですから優先順位というんですかね、パスの非常にこう今みたいにどん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 前にこうゴールを奪いに行くようなプレーに現れていると思いますね、それはその得点につながっているんじゃないかなという気がしますね、はい、ですから彼らもボールを回せといえば多分回せると思うんですよ、ですけどその規制をしてですね、どんどんゴールにこう行くんだというそのみんなの意識ですね、それがこのリーグの中に感じるところだと思います。そうですよね、今シーズンは従って大変点が入っています。さあこれ抜けるかどうか、あっと中央突破になりません。猛然と行きましたがダメ、逆襲です。サンプドリアフリットの頭ですが、これはうまく落ちませんでした。逆襲です。素晴らしいボールです。カルボール追って、カルボール折り返した、ダメ、コーナーキック、いいパスがカルボールに出ました。カルボールの突進、最後はディフェンダーの足に当たってゴールラインを割っています。今のもちょっと出しては分かりませんでしたけど、左のアウトでですね、はい、ものすごく精度の高いパスでした。今簡単さに言いますけど、なかなかできませんよね、ボールは。さあこのフリーキックといいますかコーナーキック要注意です。サンプドリア、キーパーのゼンガ、そしてショートコーナーになりました。シュート、これはグラウンダーになりました。ちょっとジャストミートしませんでしたか、弱いボールです。しかしまだ続いています、ナポリの攻撃。カーデだ、いやーこれオフサイドか、いや違うか、オフサイドです。カルボーネ今の抜け出しなんかね、うまかったですよ、いい感じでしたね。それにしてもですね、サンプドリアのディフェンスラインの押し合いが非常にまずいわけですね、はい、カルボーネが抜け出しましたがダメ。さあ今度はサンプドリアのボールになります。この位置からフリーキック、このプラトにしてもですね、はい、パスは出したいんですよね、はい、出したいんですけども相手が見つからないのと、ナポリのプレッシャーが厳しいということだと思いますね、はい、もう歌声が響いていますこのナポリスタディオサンパウロ。2対0とリードしてこの後半、ロンバルドもまだ自分の力を発揮していません。中央に来ました、そして右サイドへ流れたボールすぐに奪ってナポリです。ヘディングフリット、ちょっとボール見失いました。2点を追うサンプドリアが攻めてきますと、またビッグチャンスが生まれます。ナポリ、あのお得意のカウンター、フリットがボールを取ったことサイドを変えてきました。プラットが追います。日の当たっている部分一旦下げます。そして今マンチーニ、さらに中央に来ました、サイドを変えてきました。さあスペースを見つけてきます。鎖になってボールを奪ってナポリです。さあ精度の速いパス、高いパスが出るかどうか、あー倒れた、カンナバーロ。
ちょっと今のマンチーニもこうポストプレーに入ったボールをちょっと簡単に取られすぎですよね、はい、あそこでしっかりこうさばきが出ると次の動きにつなげていけると思うんですけども、ね、元気ないですね。マンチーニ、マンチーニは今日はキレがありません。流れを変えたいところですがサンプドリア、ボールを奪っているのはナポリです。フリップが追います。ナポリがボールを取る、前を向きました。さあ左サイド、いいところに人がいる、スペースが空いています。先ほどのアゴスティーニ、一旦戻します。前に送って今度は左サイドになります。ナポリが繋いできましたがこれは合わない。スローインナポリ、この一つ一つを見ても先ほどの修正まだできてませんね。サンプドリアね、ほとんどできてませんね。ギャップがあるままですね。選手間同士の意図があまりうまく噛み合っていません。選手が倒れています。ナポリ、この3番はタランティーノです。フラットが後ろから絡みました。去年このナポリを率いていたのが今のユベントスの監督のリップさんです。昨シーズンがナポリを率いていましたが6位、そして今ユベントスを率いていますが23回目のスクデットに向けて爆進中です。さあこのクロスはいいとこだ、ヘディングで流れた。ブーズ追いつくことができません。ゴールライン割りました。コーナーキックですね、はい、これはコーナーキックになりました。なんだいっていう表情は前科です。9番の選手というのがアゴスティーニ、注目です。7番のブーズはやや外め、中央やや後ろになりました。蹴るのはもちろんカルボーネです。この人はプレスキックの名手でもあります。あー、ファーサイド狙いました。まっすぐ来たボール、あーシュートは最後足を絡むことができません。しかしキーパーの前科が抑えています。今のも危なかったですね。そうですね、今はクルーツですか、はい、今度はロンバルドチャンスになって折り返して、ここには誰もいない。今日のコンビネーションあまり良くありません。サンプドリア、サンプドリアのセットプレー、前半にもありましたけども、はい、競ってはいるんですけど若干マークがずれてヘディングでかなり打たれてましたね、今のもファーサイドに流れていくボールですけどもちょっと人がつききれてないですね。サンプドリアはマンニーニ、ユーゴビッチ、こういったところがおりません。カップ、ウィナーズカップという大目標があります。サンプドリア、一方のナポリは現在11位、なんとかウエハー圏内に残っていきたい。その足場のためには格好のこのサンプドリア戦、2対0、いい試合展開です。今日もしかしナポリは本当に生き生きとしてますね。そうですね、今のインターセプトにしてもですね、はい、集中力が高いですよね。そうですね、追っていったのはカンナバーロです。いい働きをしています。この人はナポリ出身、ご当地。逆襲サンプドリア、サルサーノ、セレーナ、ワンタッチで来た、ロンバルド前、届かない。今のは面白い展開でしたけども、はい、ちょっとしたところですよね。今のミスのパスの長さですよね、難しいところなんですけどもね。今の組み立てなどはしかし見事でしたけどね、はい、最後ロンバルド、キーパーのタリアラテーラ、タリアラテーラが一足早くこのボールを抑えています。
1点を取ればサンプドリア流れが随分変わるんですが、後半の15分を過ぎています。2対0という得点差変わりません。サンプドリア現在7位、ナポリは11位です。さあミハイロビッチ左足いいところへ出したいがダメ。今日は精度にかけています。ちょっと足を取られましたか。そうですね、はい、今のね。このいいパスがつながりますか。中に攻め込むことはできませんが、ここからです。スローイン、ロンバルド、もう一旦下げて中に入れました。ヘディング、上ディフェンダーがクリアしています。フリントが後ろから来ました。落ちたボールはこれナポリ、アゴスティーニ、ボールを取られています。スルーパスを送りました。ロンバルドがキープします。いや、ロンバルドは中央にいました。ここにフリット、そして今長いボールはファーサイド、ここに誰もいないんですね。そうなんですね、今のマンチーニに左サイドボールが出てキープして、はい、それをさばいた後第2列が入り込んでくるはずなんですけども、それがちょっと足りないというよりはですね、はい、コンビネーションが合ってないような感じですね。なるほど。今しかしヒヤッとした瞬間にボスコフ監督がもう懸命に何かをアピールしておりましたが ね、あれはディフェンスのラインの、まあ、修正ということもあるんでしょうが、さあ今度は逆にバックパスですが大丈夫。ナポリチャンス、シュート決まっ、思い切って打ちました。タランティーノか、いや違う、ペッキア、最後はゼンガが抑えています。どうしてということじゃないと思うんですけど、はい、今のバックパスをクリアしましたよね。それがナポリの選手が頭でつなぐ、でペッキアにつながってしまうと、はい、非常に足が動いているということも一つあると思うんですよ、ね、ですからそれが集中力につながって、その今のはルーズボールじゃないですけども、パスになってシュートまで行ってしまうということですね。でこの辺のところをどこかで断ち切らないと、はい、いつまでたってもサンプドリアのリズムにはなってこないということなんですね。前半同様リズム乗れないサンプドリア、今押し込んでいるのはナポリです。サンプドリアこの試合負けますと3連敗ということになります。まず1点を欲しいサンプドリア、一方ナポリ、これに勝ちますとぐっとサンプドリアに勝ち点が近づいてまいります。重要な試合です。このパスのつながりを見ても危なっかしい。コントロールして中に入れました。ロンバルドがここでトラップして、こういうところに精度がありません。押し上げてセレーナ、シュートはゴールの右、最後左足のシュート、ゴールの右に大きく外れています。ナポリのディフェンスの方も今非常に集中を持ってですね、はい、近くで守っているということもあると思いますね、ですからロンバルドに来たボールを仮にダイレクトでサポートに来た選手がいたとすれば、受けられるようにサポートに来た選手がいるとすれば、はい、もう少し展開変わると思うんですけども、そこで数的優位は作れませんよね、はい、お話の間に今イエローカードが出たようです。キーパーのタリアラテーラ、ナポリ、そしてサンプドリア、サンプドリアの今攻撃がまだバラバラというイメージがあります。前半同様自分たちのリズムがつかめません。これはサンプドリアボール、エキサイトしたのは今サルサーノとそれからボルディンです。キャプテンマークをつけていますボルディン。ミハイロビッチが蹴ります。
フリットが上がります。ターゲットマンのフリットでしょう。長いか、ちょっと長いか。フリットのセリエでのトータルのゴール数など今ご覧いただきました。今シーズンはミランに戻り、さらにまたサンプドリアに戻り、シーズンを通していることは本来のフリットの力がまだ発揮されていない、そんなシーズンとも言えそうです。好不調の波が非常に大きくなっています。いい時のフリットは知っているだけに、今日みたいな試合展開というのが何かイライラしますね。そうですね、やはりゴール前、例えばマンツーマンに疲れた場合でも、ロングボール受けて最後の2メーター、3メーターのところでグッとこう体一つ出てですね、シュートまで持っていくというようなスピーディーな部分というのはほとんどここまで見られませんね。ないですもんね。それからその3戦目になる復帰後の、まあ、右膝を痛めていたエバーニなんですが、はい、今日の動きどうですか。やはりこの最初に申し上げましたように、中盤での展開力ということになるとサルサーノではちょっと難しいなと、ですからエバーニがやらないと中盤でのバランスが良くならないし、組み立てもできないんじゃないかなというのが当たってしまいましたね。それができてませんもんね。ようやくボールが足元に行きました。こういったところもやはりサンプドリアよりもナポリの選手の方が一つ早く動き出してますね。ボルディンからのパスですが、すでにタッチを割っています。アゴスティーニはしかし非常にいいところにいます。さあメンバーの交代があります。サンプドリアのエリクソン監督が動きました。もうすでにサッケッティが入っておりますが、エバーニを下げますかね。そして今ベルルッチが入ります。どうやらベルルッチが今入ります。そうですね、今エバーニが下がりました。そしてベルルッチが入ります。ほとんど仕事らしい仕事をせずにエバーニが退きました。このクロスはダメ。このナポリというチームは財政難から主力の大半が抜けました。例えばテルン、あるいはフォンセカ、こういったところを売却しました。そこで補強したのがリンコン、あるいはアラン・ボーシアン、あるいはクルツ、こういった選手なんですが、今日はリンコンなどがおりません。心配されましたが今日は2対0。カルボーネ、アゴスティーニ、この辺り頑張っています。このカルボーネです、うまい選手ですね。小柄ですがこのキレ、そしてパス、アゴスティーニと抜いた。これはダメ。非常にリズムのある選手ですね。まあ、それにしてもリンコンがいないということは心配しましたけども、はい、誰が主役ということじゃないと思うんですね。非常に全体の意識として共通理解を持ってディフェンス、オフェンスをしてますから、それがいい結果に出てますね。お互い助け合って、はい、サンプドリアの方がその面ではタレントが1枚も2枚も上に見えますが、今日はバラバラです。ゴーリタパス取らない、クリアしました。ようやく食い込みました、右サイドから。しかしフィニッシュまでいけません。フリットに合わせたんでしょうね。そうですね、これはボスコフ監督です。ですからフリットに合わせたとしても、フリットがプレーをしながら相手に取られるのか、そういう形で終わればいいんですけど、今みたいに完全に諦めたような形になっちゃってますんでね。逆にこういったところナポリ非常にいいんです。あ、これキーパーです。前がこぼせないところ、
プレイ、上から押しました、のしかかるような格好です。後半の30分、残り15分です。得点差は2点、今シーズンは特に点が入っています。セリエ、あー、これヘディング、ゴールの左に外れています。まあ、得点だけで言うならあのラツィオフィオレンティーナの8対2というのはものすごい何か印象深く残っていますね。お互い合わせて10点というのはね、ありました。なかなか見られませんよね。あと、ブレッシャーとミランの戦いですかね、5対0でミランが勝った、はいはい、もう今シーズンは本当に点が入るんだなという印象を強くしました。大量点多いですね、多いですね。大体0-0、1-0、あるいは2-1というのが、まあ、イメージとしてはこのセリエ A の得点経過なんですが、今シーズンは本当によく入っています。まだ分かりません。2-0、ナポリリードですが、これはタッチ終わりました。ですからそれだけ点が入るっていうのはですね、例えば3点取って終わりじゃなくてもっと点を取りに行く、逆に3点取られてももっと点取られてる方が取りに行くことで逆にカウンターで点を取られたりとかですね、うん、そういうことじゃないかと思うんですね、はい、何もせずに5点を取られることはないと思いますよね、まあ、ここ3シーズンほどこのセリエを見ましたが、やはりサッカーの質がちょっと変わりましたか。ですね、ミランが優勝している時代、非常にミランの強さが目立ちましたけどね、特にそのディフェンスからオフェンスの速さとかっていうですね、はい、それが全体のチームにそのどう対策をしていくかということで、まあ、ルールも改正ありましたしね、そのディフェンスの背後をどんどんついていくような積極的な攻撃っていうものがどんどん功を奏してるんじゃないでしょうかね、はい、さあカルボーネが蹴ります。今日大活躍、1ゴール1アシストのカルボーネ、コーナーキック、そして壁ができますがカメラはアゴスティーニを捉えました。中央です、クリアしました。このボールはロンバルドへ来ました。スーッとナポリが奪います。パリから、あーっとこぼれたところはアゴ、いやナポリです。進むことができるかサンプドリア、ずいぶん時間をかけます。バウンドがちょっと難しかったか、ロンバルドに来ました、空いたチャンス、セッタリングシュートか、これはちょっと空振り、あそこまでもリズム出ませんかね、この上からの位置ですと分かりづらかったんですが、今空振りですかね、当たっているような方、かすったっていう感じじゃないでしょうかね。絶好のボールだっただけにちょっと力みましたかね。はい、マンチーニ入れる、トラップ、もう一度ロンバルド、シュートまでいくのか、自分で何かしら、もったいない中途半端、支配してマンチーニ、センタリング落としています。フリット足、危ない、今日は徹底的に合いません。少しずつずれてるんですよ ね、 少しずつね。それで、まあ、ロンバルドのケースでもそうでしょうけど、自分が一番歯がゆいんですね、ああいうボールコントロールしたとかそういう部分ですね。今なども本当に当たっている時ならばちょっと足先にでも当ててね、そうなんですよね、ゴールに流し込みそうだし、そんなシーンですもんね。ほとんどと言っていいほどですね、ああいう場面では自分の足は動いてませんよね、はい、止まった状態でなんかしてますからね、はい、さあしかしフリットへ一旦下げます。フリットはもう一度投げて入ります。ミハイロビッチセンタリング、当たらない。得点という2点重くのしかかっています。サンプドリア、いいパスが来ました。右サイド空いています。オーバーラップをかけてきます。ちょうど合いました。センタリングは長い、
ロンバルドの後ろになりました。向こうにプラット、そしてブーゾ、この位置から早いにスタート。あー、ちょっとブーゾが足がつっているような状況ですが、プレーはついています。コーナーキックですね、そうでしょうね、その中でプレーがついておりましてね運動量多いですからね、ここへ来てちょっとあのナポリの運動量が減ってきたというのが見えてますけど、はい、さあこれナポリ要注意です。サンプドリアコーナーキック、高いボールになりました。ヘディング落として打てないか、逆襲です。ナポリのボールを奪いました。今日はおそらく3万5千人以上の、まあ、ファンが入っているわけですが、ナポリのサポーターが当然圧倒的、まあ、こういったプレーにはブーイングでしょうね。そうですね、とにかく戦いづらそうなサンプドリアです。メンバーが交代します。どうやらブーズを下げるようですね。そして今ベルダが入ります。ボスコスさんがメンバーの交代を指示、ベルダが入ります。ブーズを下げました。戻していきます。あーっと足を取られました。随分今日はしかし足を取られますね。そんな感じがしますね、細かいところシュート、これは威力がありません。前回の正面です。さあサンプドリア残り7分に勝負をかけます。しかし点差はいかんせん2点あります。まずは1点、ロンバルドが中央にいます。その後ろにフリットです。ちょっと重なっていますか。インターセプトして、これナポリチャンス、大きなチャンスを迎えそう。うーん、時間がかかりました。ここに今日当たっているカルボーネがいます。まあサンプドリアの場合には目標がカップ、イナスカップにあるとはいえね、リーグ戦でこういうゲームをやった場合は非常に難しいんじゃないですかね。ユーゴビッチを温存したというような情報もありますが、それに何を もう7位ですからウエハー圏内ということもありますんでね、頑張っていきたいところですが、今日はあまり目立ちません。シュートを打ちました。これは最後キーパーです。ようやくシュートを打ちましたが、そうですね、ほとんどシュートらしいシュートが見られませんでしたから、はい、残り時間が4分ありません。今日はしかしこのカルボールがひときわ光っています。さあサンプドリア、フリット落として、どうも裏に行ってしまいます。今もロンバルドのちょうど後ろでした。こういったルーズボールをやはり早く支配した方が、それはボールキープ率が高くなりますので、ね、まあ、そういったところにもやはりこの読みがあると思うんですよね、はい、いやそれにしても早野さん、後半のシュート数は少ないですね。ナポリがこれもうすでに2点を取っている、後半はあと引き気味でいいというような試合展開になってますか。いや、あのそんなに意識して引いてるとは思えないんですよね。そうですね、何かしらサンプドリアが攻めづらそうですね、はい、ですからあの人の動きの組み合わせっていうんですかね、そういったものがほとんど
ないですから、はい、オーバーラップをするですとか、ワンツーを使うですとか、はい、そういった動きはほとんどないですよね。しかし一人一人がこうやってバラバラな動きを組み合わせているという感じがしてならないんですよ、はい、さあここは見せてほしいぞ。フリット右サイド来た、上げてくれ、フリット上げた、これはキーパーです。躊躇なく出ました。もう残り時間が2分ありません。今カルボーネに対してこのファウル、躊躇なくイエローカード、サッケッティ、今ロッシにイエローカードが出ているようです。ミドルレンジからのシュート、これはやや後退しながら難しい体勢でした。クロスバーの上を越えています。もう残り時間がほとんどありません。1分半少々、2対0、ナポリがリードしています。この次の対戦も踏まえて何かしらこの明日につながる最後の締めをしたいところですが、サンプドリアどうもうまくいきません。この人はベルッチ、エリクソン監督にとっても収穫のない試合、残り時間が1分です。サンプドリアで3シーズン目、7位3位と順位を上げてきました。今シーズンは多いシーズン前から期待されましたが、今のところ7位です。この試合負けますとまた順位を下げることになります。さあサンプドリア、いいところでポイントができました。クロスのボールが入ります。逆にナポリです。この人はペッキア、そしてボルディ、タランティーノスローイン、ちょうど手元の時計で今45分になっています。ロスタイムに入っています。早野さん、はい、これはサンプドリア今日の試合に関しては重傷ですね。そうですね、この間のゲーム、まあ点数は取ったんですけどね、ミラン戦ですか。そうですね、ただミラン戦は 3-0 でしたね。あれは 3-0 で敗れましたね。あの時もそうなんですけど、やはり中盤から最終ライン突破をかけるところにスピードが上がらないんですよね、はい、そういったところは中盤が大きな鍵を握っていると思うんですけども、このゲームでも解消できてないような感じがしますね。そうですね、今日負けますと3連敗、それも2試合連続シャットアウト負けということになりそうな、そんな気配です。もうすでにロスタイムに入っています。ボールをキープしているのはナポリ、このまま行きますとナポリこれで8勝目、勝ち点が34になりまして、サンプドリアに肉薄します。ウェハー圏内も少しずつ見えてきます。現在11位ですが、ナポリいい試合展開をしています。さあナポリどっちを見る、ルックアップして自分で持ってシュート、キーパー、前回の位置を見ておりますとループシュートが面白いような気がしますがね、かなり前の方にポジショニングですもんね。そうですね、打った方もなかなかディフェンスが来ないんで、打ってもいいのかなという感じ、そんな感じでしたね、しましたね今。さあ最後のこの攻撃になりそうな、そんな気配ですが、ナポリがやはりボールを取りました。それがなりました。サンプドリアボールです。ロンバルドもとうとう今日は力を発揮できません。絡むシーンがほとんどありませんでした。ああ、これは攻めないといけません。もうすでにロスタイムを2分近く見ています。しかし今日はナポリのディフェンスは非常にいいですよ。ああそうですか、クルツをリベロにしてですね、非常にマンツーマンのところをきちっと守ってますからね。攻撃はカウンター1本でしたね。そうですね、またそれが一番力があったわけですが、1点目は右サイドから少し組み立ててはいましたけどもね、
だパスブーゾね、パスのこういう組み立てはナポリの方がいいんじゃないですか、はい、よくつながっています。さあ空きそうだ、後ろへ一旦戻します。そして今もう一度下げます。打てるぞ、シュート、ゴールの右外れています。混戦の中打っていきました。しかしゴールの右外れています。フィニッシュまでしかしたどり着いていますナポリ。さあ今これでロスタイムを3分近く見ています。そして今タイムアップです。得点の方は2対0、ナポリがサンプドリアを下しました。ご覧いただきました通りナポリがサンプドリアを2対0で下しています。早野さん、はい、この試合なんですが、はい、くどいようですがサンプドリアに収穫はほとんどありませんでした。そうですね、この辺、まあ、フリットも機能していません。今日はロンバルドまでも機能していないというので、これ中盤の立て直しが必要だと私は思いますね。ナポリの方は非常にいいゲームだったんじゃないでしょうかね。はい、あと目立ったところはありますか。あのカルボーネはやはり体切れてると思いますよ、はいはい、カルボーネは今日1ゴール1アシストということになります。それではそのゴールシーンなど振り返ります。前半の34分、ナポリの先制ゴール、ボルディンのセンタリングはアゴスティーニがスルーして、そこに走り込んだカルボーネがゲットしました。そうですね、これでついていたのが一瞬のマークのズレですね、はい、しかしよく叩き込みましたね。カルボーネこれで今シーズン4ゴール目ということになりますが、これが先制ゴールです。前半の44分、ナポリの追加点、カルボーネからアゴスティーニ、鮮やかなカウンターでありました。これもカルボーネがあそこで止めないで、あの切り返したボールをすぐ出したところですね、この走り込んでくる選手とのタイミングですね、良かったですね。これはアゴスティーニ今シーズン6ゴール目ということになりますが、これで決着がつきました。2対0です。ご覧いただきました通り、ナポリ対サンプドリアは2対0でナポリが勝ちました。今日のお話は横浜マリノスコーチの早野博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて今週の金曜日の4月7日 AC ミラン対ユベントスの好カードをお送りする予定です。そして来週4月15日土曜日夜10時55分から今まで衛星の食のためにお休みしておりました生放送がいよいよスタートいたします。翌週4月23日からは毎週日曜日の放送となりますので、お間違いのないように。さらには4月の16日の日曜日夜12時からは全世界注目の一戦、インテル対 AC ミランのミランダービーをお送りします。こちらもどうぞお楽しみに。それでは今夜はこの辺でごきげんよう、さよなら。